テンプレート、ノート、ウィキプロジェクトモトローラズム Wi-Fi と B11M は、AU ブランドを展開する KDDI 及び、沖縄セルラー電話の Wi-Fi 通信専用タブレット、端末である。米、モトローラモビリティによって開発された。製造型版は、モ11である。AU では、初となる Android 3.0を搭載したタブレットで、ある。通信方式は、 Wi-Fi と Bluetooth のみに対応しており、SIM カードスロットを搭載しているが、3G 通信には非対応である。日本国外向けモトローラズムでは、3G 方式の通信に対応している。また、日本国外版では、Android 4.1までアップデートされたが、au 向けモデルについては、Android 4.0をもってアップデートが終了している。 2012年5月23日より Android 4.03へのアップデートが開始された。アップデートにより次の機能の追加とアプリケーションが追加された。なおアップデートによりフラッシュプレイヤーが使用不可となり、フラッシュを利用したページの閲覧は不可能となる。またムービースタジオが削除される。ありがとうございます。